ピアノ競争曲第6番に蝶々ヘス15は、ルートビヒバン・ベートーベンが作曲した未完のピアノ競争曲。この曲の作曲時期は、1814年暮れから1815年初頭にかけてであると推測される。ベートーベンはかなりの時間を割いて作曲に取り組んだものの、第6番のピアノ競争曲となっていたはずのこの曲が、ついに完成することはなかった。彼は、 約70ページ分の第一楽章のスケッチを残している。また彼は、送付の作成に取り掛かっており、楽章の開始から、独創提示部の中ほどにあたる182、小説目までは、ほぼ滞りなく、筆が進められた。しかし曲が進むにつれて筆地は飛び飛びになっていき、ベートーベンが決め手を書き、不満足に陥っていた様子ががえる。結局彼は作品を放棄し、 この競争曲の断片はベートーベンの知られざる着想の中でも最大規模のものの一つとなった。1987年にイギリスの学者ニコラス・クックが第一楽章を保筆完成させている。ベートーベンがオリジナルのピアノ競争曲として完成した曲は第1番から第5番皇帝の5曲のみである。ベートーベンは1807年に 自作のバイオリン競争曲に蝶々作品61をピアノ競争曲として自ら編曲し、ピアノ競争曲に蝶々作品 61A としている。本校で扱っている競争曲ヘス15は未完成であって、後世の保筆版でなければ演奏可能な状態になっていないのに対して、作品 61A は編曲とは言え紛れもなく、ベートーベン自身の完成作品である。 そのことから作品 61A の方にベートーベンのピアノ競奏曲第6番の名を与えることもある。注釈役中1950年アテネの生まれ、2009年からはケンブリッジ大学の音楽科教授となっている。出展 A.B. ダグラス・ポーター・ジョンソン、アラン・タイソン、ロバート・ウィンター、ザ・ベートーベン・スケッチブックス、ヒストリー。 リコンストラクション、インベントリー、グーグルブックス、ユニバーシティ l オブカリフォルニアプレス、ピアニッシモ、234、242から244、342 ht、http 百四十二 HTTP: www.unhartbethoven.org スラッシュサーチ p ラッシュピースイコールヘス 15hmid。ありがとうございます。